こんにちは、こんばんは、おはようございます。ラッパー紹介シリーズ第12回目ですね。今回紹介させていただくのは道野さんです。そろそろフィミエルラッパー紹介したいなと思ってたんですけども、ちょっとね、誰か迷ったんですけどね、僕が一番好きな、あの女性ラッパーだったら僕はこの人が一番好きなんで、もうちょい有名でもいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、今ですと女性ですと、まあ、エイウィッチさんですかね。今だったら完全に道野さんもなんだかんだキャリアそんな短い人じゃないと思うんですけどね。ヘッズの人だったら知ってる。ああ、まあでもそんなにね、知名度を、まあ、知る人ぞ知るぐらいな感じだと思うんですよね、今のところの知名度は。さっき言ったエイウィッチさんとか、例えばマリアさんとか、まあ、ちょっと世代が前ですけど小町さんとか、そういう、まあ、第一線の日本を代表するフィメールラッパーと比べたらちょっと知名度は低いんですけども、ただラッパーとしてのその完成度っていうか、そのかっこよさはね、全然この人たちと並ぶかっこよさがあると思うんですよね、僕的には。まあちょっと、まあいいか、積もる話はですね、次の章からさせていただきますので。そうですね、僕の大好きなフィメールラッパーの道野さんちょっと語らせていただきますので、お時間、あ、ご興味ありましたら、聞いててくださいね。はい、道野さん、軽く概要を説明させていただきますと、宮崎出身の、池袋ベッドっていう、もう亡くなっちゃったんですけども、そこをね拠点に活動されているフィメールラッパーですね。僕が道野さんを知ったのは、おそらくセカンドのね、デストロイってアルバムあるんですけども、これね、もう今買えないと思うんですけどね、キャッスルレコードっていうその GO さんがいるところがあるんですけど、お店でそこで買ったんだよな、確か。これね、ファーストのね、アイアムは道のってあるんですけどね、これ僕持ってなくて、これ多分相当レアで、今これ買えないんじゃないかな、出回ってないと思いますね。めちゃめちゃ聞いてみたいんですよね。うん、誰かちょっと聞いたことある人いたらね、ちょっとコメント欄とかに書いてほしいんですけど、そうそうそう、いや、めちゃめちゃかっこよくて、ほんとね、好みなんですよね。あ、好みってあのラップですよ。あ、見た目もね綺麗なんですよ。美しい顔出しをされてるんですが、全然ね、そのね、美貌とは裏腹にですね、ラップの内容がですね、これね、めちゃめちゃ男らしいんですよ。自分の好みとしては、やっぱね、ラップはどっちかっていうとね、男らしいのが僕は好きなんですよ。僕の好みですからね。僕の好みは、こう、男男してるラップが好きなんで、どちらかというと、フィメールラッパーで、そんなめちゃくちゃ、ハマってるラッパーがいたかって言ったらね、まあ、その曲単体で好きな曲とかはあったりするんですけども、そんなにいなかったんですよね、ハマってるラッパー。僕が好きなフィメールラッパーで思いつくのは、まあこの道野さんと、うーん、昔のアンチザクノイチさんとか、あとめっちゃ古いですけど姫っていうラッパーがいて、この人もすごいかっこいい。最近もう全然見ないですけどね。あとはまあエイビッチさんも好きなんですけど、でもやっぱ道野さんとはちょっとタイプが違うんだよな。イケイケであることは変わりないんですけど、どっちかって言ったらまあなんか女王感っていうか、うん、イケイケなお姉さんっていう感じじゃないですか。なんですけど、やっぱりね、こう自分を表現するのがヒップホップなんで、やっぱりね、こう自分が出るじゃないですか。別に男女を意識してなくても、女性が歌ってる以上、女らしさっていうのは絶対出てしまうんですね。で、それがいいとこでもあるわけで、男では表現できない、まあ、繊細なこう歌詞だったり、まあ、こう歌でもね、やっぱ美しいですからね、女性の歌声っていうのは。そういうのが魅力だったりするんですが、道野さんはね、マジでね、本当男男してるっていうか、女性を武器にしてないっていうのかな、その表現が正しいかわかんないですけど、でもほんとそんな感じなんですよね。ちなみに今ね、これね、めちゃめちゃ気遣いながら喋ってるんですけど、僕ね、昔ね、ブログやってまして、フリースタイルダンジョンね、考察みたいなやつたらね、結構まあまあバズってくれて、結構ね、見られてたんですよ。で、もう潰れちゃったんですけどね、残骸みたいなの残ってるんですけど、そこでね、道野さんの解説してるやつがあって、多分ね、元のやつは消えちゃっててないと思うんですけど、それで、この話書いたんですよ。それでコメント欄に、そのなんかフェミニストヘイターがすげえ、なんかめっちゃ荒れたんですよ、それなのでね、この言葉にね、気をつけないとね、この辺はね、そんな別に女だからとか男だからとか書いてないんですよ。本当に女性ラッパーだけど男らしくて、僕は道野さんが好きですって、ただ書いただけなのに、なんか男らしい強い女性をなんかみんなが求めてると思わないでくださいみたいな、やばいでしょマジ怖すぎますよね。ハテナブログっていうやつがあるんですけど、そのなコミュニティ内でなんかあるんですよ。そのコミュニティ内、なんだろうな、リツイートみたいなのが、まあそういう機能があって、そこでね、なんかフェミニストがこう退去して押し寄せて、ちょっとそのトラウマが今蘇ったんですけど、うん、
ちょっとねラップの話したくなってきちゃったっすね。ちょっとねそんなね道野さんのラップの魅力やおすすめの曲だったりねまた紹介させていただくんで、次の章ではそちらをねちょっと解説していきますね。はい、ではですねここから道野さんのですねラップ の魅力についてねちょっと語っていこうと思いますが、まあ、さっきも言った通りですね、とにかくこのフィメールラッパーでありながら女性感っていうものを結構こう排除された本当にね男らしい男まさりなラップが、非常に特徴なラッパーなんですね。男のストリートラッパーが歌う歌詞をそのまま女性が歌ってるような感じなんですよ。でこういうねフィメールラッパーってねそんないなくて、そこにね僕はねめちゃめちゃやられたわけですね。これなんだこの人と。さっき言った僕が初めて買ったセカンドアルバム のデストロイってやつもジャケットもあれですからね、道野さんが金属バット持ってフードかぶってバンダナしてますからねそんなフィメールラッパーいないですから、ほんとね悪いお姉さんですよね。でキング104さんとやってるファック&ピース TV って最近ちょっと更新されてないんですけどね、まあ、池袋ベッドなくなっちゃったんでそこで撮影されてるそのやつがあったんですけど、その2人が司会やっててね、いろんなゲストが来るやつがあって、そのね喋り方とかね、タバコの吸い方とかもねもうたまんないっすね。もうかっこいいっていう表現が一番合いますね。本当にねかっこいい女性っていう感じで、ラップの内容もやっぱりこうストリート感が半端じゃないですよね。非常にね乾いてるんですよね本当に。なんか白黒調っていうか曲のね感じがね、本当にドープっていう言葉が似合うラッパーですよね。もうすぐ中指立てますしねまあそういうところもねこの道野さんの魅力だったりするわけで、あとは最近ですと、まあ、今2023年2月ですが、去年ね久しぶりにリリースされましたね新譜を。もうそれもねすごいかっこいいですね。やっぱブレないんですよね、セルアウトしないんだよな、媚びを売らないっていうか、本当にねヒップホップなんですよねこの人の表現ってのは。かといってこう強がるわけでもなく、自分のねコンプレックスとかもこう歌詞の中にあったりして、いや本当かっこいいですよね。こう周りにいるラッパーがやっぱりこうストリートの人たちが多そうなんでね、そういうなんかなんていうのかな、自分の自己表現ってことに対してこう厳しい環境にきっといらっしゃると思うんでね、そういう意味でもこうストリート表現っていうのを徹底されてやってるフィメールラッパーの一人かなっていうのは思いますよね。もうちょいこう100円とかでもいろいろね、なんか意外とフューチャリング道野ってあんまりなくて、まあイスギさんとベスさんがやってるアルバムに道野さんの曲入ってましたけど、この表現ができるのってやっぱこうすごいエッセンスになりますからね。一人フューチャリングでこういう女性の声ですごいストリートを感じさせるラッパーがこうね一人100円で入ってるだけでかなりのエッセンスになるんで、このねファンとしてはねいろんなラッパーとの共演をねもうちょい見たいんですよね道野さん。それこそねエイウィッチさんとかでやったらめっちゃ面白そうじゃないですか。エイウィッチフューチャリング道野聞きてえな、いや聞きたいな、どんな曲なんだろうな。あとゆるふわギャングのさねねさん、ソフィーさん、元ソフィーさんのねねねさんとか、ちょっと不良系の女性が集ってねこう一堂に会してほしいですけどね。そういう曲ないじゃないですかあんまりね。このなんかスリックチックスの不良バージョンみたいなねこれあんまないんでね、ちょっとそういう曲も見てみたいですけどね、まあ、何言ってんだって感じですけどね。はい、じゃあ最後にですねちょっといつも通り、なんかおすすめの曲をねご紹介させていただきますと、まず1個目はねタイムイズマニー、まあ、結構古い曲ですけどね、まあ、めちゃくちゃかっこいいですね。もうザヒップホップって感じですねPV もねかっこいいんですよね。このねジョイント鼻に突っ込んでましたねいやイケイケなんですよね。リリックはリアル、嘘ないのが条件。いや、かっこいいな。これね、ぜひともね、これリンク貼っとくんでね、これチェックしてみてください。あとは、まあちょっとなるべくね、これ YouTube のリンクなんで、公式のやつを貼りたいんでね、まあアルバムの曲とかはもう紹介したいんですけど、あまあどうしてもね、ちょっと PV があるやつしかないんで、まあマッドシティ、トゥーマッドシティってやつありますかね。これも結構好きな曲ですね。結構なんか東京に対しての曲なんですけど、なんか自分の弱さみたいなのを歌ってて、この曲もねすごいかっこいいんでね、ぜひともチェックしてみてください。あと1個ぐらいは、去年出たその最新の曲で、これも PV が京神ランドリーさんっていう、その、まあ、この方はこれで僕知りましたけども、それの PV も上がってるんで、そちらも載せておきますので、ご興味ありましたらそちらもチェックしてみてくださいね。はいはい、ってことで
この動画でね、一人でも道のさんのファンがね、増えれば嬉しい。まあ、別に道のさんだけじゃないですけどね、他のアーティストの、紹介しているアーティストの人たちもですね、まあ、もともとその、このね、ラップ聴く人が一人でも増えればいいと思って、このチャンネル始めてますので、アーティストがね、一人でも知られればいいと思って始めてますので、そう、でもね、その中でもやっぱ道のさん、今まで紹介させていただいた方の中でも、知名度があんまり高くない、この中だとあんまり高くない方なのでね、うん、よりね、その気持ちは強いですね。ぜひともね、知らなかった方はですね、このね、ドープで丈夫なフィメーラ、道のさん、ぜひともチェックしてみてください。これからもですね、かっこいいラッパー紹介させていただきますので、ご興味ありましたらよろしくお願いいたします。いい暇つぶしになったという方は、チャンネル登録、高評価していただきますと嬉しいです。では、次の動画でまたお会いしましょう。